皆さんこんにちは、生活冒険家の赤井有明です。ね、皆さん今日コラボ企画ということで、僕ね初のコラボ企画なんですよ。あ、そうですか。そう、いいじゃないですか。そうそう、それのね、まさかその初のコラボ企画で、ご存知の方もねきっとあると思うんですけども、ウクレレ YouTube、はい、ガズさん来てくださってます。よろしくです。お邪魔しております。いやこちらこそです。いや、いいとこですね。ここ相変わらずというか、自然がもう豊かでいや本当にもう自然しかないぐらいの大丈夫です。いや本当、ガズさんとはですね、まあ、なんでガズさんのこと知ってるのっていうふうに、ね、なると思うんですけども、ほんとひょんなきっかけでね、ひょんなね近所のホームセンターに材木買いに行ってたらですね、僕がもう本当そのガズさん の, YouTube を見てウクレレの練習してたんで、あのガズさんだってなってお声掛けしたのがきっかけで、いやいや、よくね分かったなと思ったあの時はね。いやもうここで分かりました。マスクしてるね、このご時世やったんで、もう目でガズさんやってなって、でも見てる人はねすぐ気づくみたいな。ついこの間も、モンベルのレジ売ってる人に、あーってよくあります。とんかつ送ってたら、とんかつお金をレジで払う時にガズレレさんですかって言われて恥ずかしいみたいないや、だから変な話だって、 YouTube 見てるってことは、ね、毎日それ見て練習してれば、ね、毎日ガズさんに会ってるんですよ。そうそうそう、だから結構ね見てくれてる人はもう、いつも会ってる仲間みたいな風に、ね、思ってくれて、それは嬉しいです。僕もね人見知り全然しないんでね、超大歓迎です。いやすごい、そんなね感じでガズさんともバチッと会ってしまって、ほんとね、なんですか、その場でね遊びに行くよなんて、この僕のねやってるフィールドぼちぼちにね言ってくれて、本当に来てくださったんですよ。来ました、それ本当嬉しく、山をこうねひたすらこう山道をこう大丈夫かな、ここ行けるのかなみたいな、遭難しちゃうんじゃないかなと思って来ました。あっとるかなっていうぐらいね山奥なんですけどもね。すごいすごいじゃないですか。そんなね、ガズさんなんですけど、ちょっと今日はねガズさんに、なぜウクレレの YouTube 始めたのかっていう話を、伺いたいなと、お聞かせいただいてもいいですか。はい、ウクレレはですね、僕もともとバンドやってて、ウクレレ全然触ったこともないというか、家にはあったんだけど、バンドマンでもバリバリの激しいやつで、はい、もう超ハードなやつやってたんですよ。今のイメージと全然違う。そうなんです、もう泣く子も黙るもうそういうバンド日本でもやっててでもアメリカ進出したくって、自分のバンドでロサンゼルスツアーに行ったりだとか、もうアメリカとかボストンとかのすごいでっかいフェスティバルに、ちょろっと出してもらったりとか、そういうことやってたんですけど、なんかねいろいろこう30超えてきて迷ってきて、あれこれ人生このままでいいのかなって、きっとなる先生もいろいろそういう思いをしてね、この生活冒険家になったと思うんだけど、僕もそういう時期があって、で悩んでるうちにですね、なんと白血病になっちゃったんですよ。有名な急性骨髄性白血病という病気になっちゃって、でわーってなってもうダメかなと思って、もうそれこそ有名な三途の川というやつをですね、もう何回も渡りかけて戻ってみたいなことやってて、なんかその中で気づいたっていうのはやっぱね、ベッドの中でずっとね、もう何年も入院してるんですよその間。そう、それで何でもないことがねやっぱり幸せだなとか思うわけよね。でそうするとやっぱりこの生きるとは何ぞやとか、なんか幸せって何ていうか考えるわけじゃないですか。でその時に僕ね音楽、自分でその激しい音楽だったけど自分でやってて、ああ音楽やっててよかったなと思ったんで、ベッドの中で、そうで作曲とかできるんですよ。何にも楽器がなくても曲作ったり、このコードでやろうかなとかって、もうそういうのこと考えてないともうやってられないからね、本当に。もしそれやってなかったらもう行っちゃってたなぐらい思ってて、でそこで気づいたのは、音楽僕やってたけれども世の中のほとんどの人って音楽聴いてるだけでやってはいないなと思ったの。確かに、それやって やらないと助けてくれないじゃんってなって、だから、音楽って楽しい時はさらに楽しませてくれるけど、しんどい時には助けてくれるわけ、で僕みたいにそういう状況になってもすごい助けてくれる、こんな素晴らしい音楽をただ聴いてるだけなんていうのはまだ半分しかその良さをねみんな享受してないよと、だから音楽始めようって、どうしたら始めてもらえるかなと思った時に、たまたま僕の知り合いの女の子が将来、ウクレレ、その子ね宮古島の出身の女の子で、その女の子が、私おばあちゃんになったら、宮古島のビーチでウクレレ弾きたいから教えてくれたください、ギタリストだけど弾けますかと言って、はい、いいねそれ、僕ウクレレ弾けないけど教えるよってなって、でそこから僕もウクレレをこう人に教えるためにウクレレをこうこう C と F とコードがあるんだけど、それを習って、じゃあ他にやりたい人って声かけたら、難しくないんだったら私
私もやりたいってパッと集まって、そこからウクレレ教室ガセレレが始まったんです。あ、じゃあ本当にひょんなきっかけというか、そうそうそう、自分でやろうっていうよりもなんかもう人がきっかけを、そう、そしたらウクレレって確かに簡単だったんだよね、おすぐできるじゃん、じゃこれはいけるとなって、うんうん、でその最初あの7人ぐらい の,、うん、の仲間うちでこうやって教えてたら、うん、あ次も教えてくださいって次の来月も教えてほしいって、うんうん、友達をいっぱい呼んでくるようになって、うんうん、1回じゃダメじゃんってなってるうちにこう第2回第3回もバーッと増えていって、うん、でそうすると1ヶ月に1回だと他のその間何かやることないですかっていうことで、うん、YouTube にそのレッスン動画を上げたのがこのガズレレ YouTube の最初で、うん、そしてほっといたら知らないうちにその動画が100回見られ、300回見られ、1000回見られて、誰が見てんのってなって、おおおおお、そのまま今に至ってるんですよ。へえ。今おかげでチャンネル登録者の方17万、なんだっけ、6000人とか。7000人です。7000人です。そうなんですよ。そんな感じでスタートするんですよね。だからもう最初、病気でボロ臓器になってて、そういうふうに思ったのが、まあ、きっかけだけど、やっぱり音楽は聴くよりやる方がいいと。それをやっぱりより多くの人に伝えたいなと思って。いやでもとはいってもさ、17万人、17万、ね、7000人いてくださって本当ありがたいけど、うん、たった17万人ですよ。だって1億何千万人いるんだからさ、半分ぐらいはさ、別に登録者ね、登録者を増やしたいってわけじゃないですけど、うんうん、音楽を自分でやるとやらないでは、うん、やっぱりこう輝き違う。だってナル君もさ、ウクレレ弾いてさ、うん、さっきね、僕の方の動画、あ、そうだ、はい、僕の方の動画も見てくださいね。これ面白い動画になってます。リンク取って貼っといてください。あります。こっちか。はい、一緒にセッションしたんですけど、やっぱすごく、ね、一緒にね、こう、一つの音を作っていくとか楽しいし。うん、いや、楽しいっすよ、ね。やっぱ音楽やるっていいよね。聴くのももちろん最高だけど。うん、この感覚をやっぱどうやったら広めていけるかなっていうことを考えてた時に、やっぱりウクレレに出会って、うん、もう今やそれだけにとどまずに、ガズピアノというね、もう世界一簡単、僕が思いついて考えついたピアノの弾き語りのやつとか、うん、ギター教室もやったりとかして、うん、あっちからこっちからね、うん、その音楽で笑顔になれる人をね、増やしているっていうかね、音楽やって楽しいじゃん。いや本当に楽しいですね、うん、だからやっぱ音楽なんか楽しいさ、人が増えるのがいいじゃない、うん、結局ナノ君もさ、うん、結局生き究極はそういうことじゃない、うん、ね、楽しくさ、うん、その人が輝くってことはやっぱ楽しいから、うん、それをね、笑顔が増えるとね、やっぱりそんだけ笑顔が増えた世の中になってね、やっぱいい世の中になると思うからね、うん、まあ、お互いなんつうの、方法は違うけどさ、同じなんじゃないかなと思っちゃうんです。いやそれは本当僕もそう思いますね、うん、いやバシバシ響くね。でも僕も本当にある種そのガズさんの思いの波に乗った一人でもうモバイルハウスに住んでて音楽とかに触れることがあって、なんか自分もできる楽器あったらいいなっていうのがウクレレで、ウクレレ買ってみたものの何して勉強したらいいか分からなかったら行き着いたのがガズさんの YouTube。 あ、そうですね、簡単に見えそうだもんね、あれギターとか6本だしね、ウクレレだとちっちゃくてね、あ、これだったらできるかなと思って、うん、それに見事答えてるのよね。いや本当そうっすね。ギターで挫折したことがあるやっぱ口なんで、はいはいはい、やっぱウクレレだと続いてるんですよね、こうそうね、そうで、またガズさんがこう弾けるように、簡単に弾けるように、うん、YouTube でやってくれてるんで、うん、そうだね、どんどん弾ける、どんどんできてるんで、できてる感がまた次につながる、うん、いやでも音楽はさ、その思うんだけど、そのできたできないというよりやっぱ楽しいか楽しくないかっていうふうに持っていかないと、うん、音楽って知らないうちに腕自慢の道具になったり、うん、マウントを取る道具になったりするんですよね。なるほど。やっぱそうじゃなくて、うん、下手でも楽しい方が、うん、やっぱり大事だと思いますね。なんかコンテストに受かるために音楽を やると、うん、何のために音楽やってたんだっけって、うん、結局は豊かな時間、うん、なんか自分が大好きな 曲をゆっくり弾くとか、うん、そういう時間を獲得するためにやっぱ うん、あるわけでさ、なんか、ね、せっかく楽しく音楽始めようと思ったのにみんなそうって始めるんですよ、うん、だけどやってる途中にね、うん、あ、これができなきゃダメだとか、うん、あ、これなんか3年もやっててこれが弾けないなんて私ダメだってなっちゃうんですよ。それ世間の、ね、波みたいなやつなんですよ、ね、なるほど。なんかだからせっかく楽しもうと思ってやってるのに、なんだか好きなことやってるのしんどくなっちゃうって、これ、うん、ウクレレ以外でも結構あるんじゃない、うん、なんかモバイルハウスとかもね、うん、楽しもうと思ってやってたのに、うん、なんかしんどくなってくるっていうの、うん、そういうなんかフェーズみたいなのあると思うんだけど、はい、そこで気づくのは、うん、あ、やっぱりそうじゃねえなと、うん、やっぱり上手くなるためにやってんじゃなくて、うん、すごくなるためにやってんじゃなくて、うん、楽しくなるためにやってんだよと、本当そうだよね、本当そうですね、なんかね、うん、勘違いしちゃうっていうかね、うん、周りの評価軸じゃなくて自分の心の評価軸っていうか感覚っていうのがね、大事ですよね。豊かな時間が自分にあるっていうことに気づくっていうかね、うんうん、気づけないからなか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 気づけないんですよね、実は目の前にあるんですよ、うん、そうそう、
ね、音楽やるとやっぱりポップになるからね、うん、こう自分が好きな曲をバッと弾くだけで、ね、うんうんうん、日常、僕が言ってるのはエンタメ の、 あの自家発電なんですよ。ほう、エンタメの自家発電。エンターテインメントって例えばテレビ見たり、うん、コンサート行ったり映画見たりって全部もらうばっかじゃん、うん、椅子に座ってるだけだよ、うんうん、それはね楽しいけれども、うん、さっき言ったみたいに音楽を聴くだけだったらその状態だけど、うん、やっぱ自分がやるっていうことで、うん、それはまあ完成されるっていうか、うん、エンターテインメントもらってばっかりじゃくれなくなっちゃったら楽しくないわ、はい、でも何にもくれなくても自分からエンタメ出せたらさ、うん、すごいエコじゃん。確かに。そう、自家発電ですね。そう、エンタメは自家発電。笑顔も誰かが楽しませてくれるから笑顔になるんでは、うん、いい加減誰かに頼ってばっかりになっちゃうじゃん。確かに。だから自分から笑顔になれればいいわけでしょ、うん、そのために音楽をやればいいじゃないか。なるほど。いや、そこでウクレレはもうじゃん、どうも手つけ、しかも下手なら下手なほど輝いてるよね、うん、下手なくせにあんなに気持ちよく歌ってたらもう最強だよ。確かに。上手い人はまあそれはそれで素晴らしいけど、うん、なんか僕そっちの方がグッとくんだよね、うんうん、そう、なんかそのピュア なんか思いがこう届いて逆にグッとこう感激しちゃうみたいな、うん、めちゃめちゃ共感するな。まあだってこの車にしたってさ、なんとなく綺麗なもんじゃないけどさ、美しいじゃん。なんか綺麗っていうかね、なんかそう、なんていうのかな、そういうことですよね。うん、うん、そうそうそう。いや、本当僕のね動画見てくださってる方だと結構モバイルハウスっていうキーワードでね、見てる方なんかも多いと思うんですけど、うんうん、本当にそことのね親和性、モバイルハウスバンライフとの親和性もすごい高いので、ね、ゆっくりちっちゃいしね。いや本当にそうそう、持ち運びにも便利、場所も取らないんでね。この動画を見て、ウクレレやってみようかなと思ったのは、ぜひガズさん の、 サイト、YouTube、チャンネル、まあ、もろもろですね、リンク貼らせていただいてね、そのホームページで教本、本を、あ、本もね、いっぱい出してます。楽器屋さんとかね、本屋さん行くとね、大体この僕の顔が楽譜コーナーに行くとあると思います。ありますね、はい。あとこのウクレレもね、ガズさんが、あ、そうなんですよ、これね、Gラボといって僕が作ってるというか、チームでね、Gラボというチームで作ってるウクレレなんですけど、この薄さがね、見てこれ、もう革新的でしょ。びっくりした。これですごくいい音がするということで、これね、ベトナムのホーチミンで作られてるんですよ。へー。で、僕のチームのメンバーが、うんうん、ベトナムに移住してですね、楽器職人、高峰で10年職人やってた、うん、子がですね、もう ガズレレとGラボの理念に共有してくれて、移住してですね、一本一本ハンドメイドで作ってるんです。人生かけた。いやいや、もう本当だ。その子も今度本当コラボしたいぐらいで、そのなんかね、すごいっすね。そうそう、今度バンライフをちょっと一回あれでベトナムも一緒に行きましょうよ。あ、それめちゃめちゃいいっすね。最高ですよ。いや最高っすね。最高。じゃあウクレレ携えて。ああ、いいですよ。工場見学もしつつ。いやー、そホーチミン最高ですから。いいっすね、うん、すごい共感するところ多いと思うよ。なんかいろいろ、なんか自分で生きていくとか、うん、若者ばっかりなんですよね。ベトナム戦争でね、年配の方がいないんで、平均年齢30歳とかそのぐらいで、活気にあふれてるんですよ、街中が。そう、一言で言うと、三丁目の夕日の あの感じ。なるほど。僕たち体験したことないけど、はい、あの時代ってきっとね、はい、将来良くなるぞみたいな、うん、そんなね、うん、気配がすごいする。そこで作られてるエネルギッシュな。わあ、そうなんですね。いや、すごい。いや、これ本当に僕も今日抱えさせていただいてびっくりしたんですよ、このフィット感と。で、音もすごく良くて、すごい音出るんですよ。これもね、さっきね、なる君からも言ったけど、薄いと音悪いと思われがちだけど、うんうんうん、その職人さんがやっぱりね、この中にね、この木のね、こう並べてブレーシングとかいろいろこうネックとかいろんなところに響かせて、普通のウクレレより逆に音が大きいというか、うん、鳴るっていうかね、うん、すごいいい音がする。それもガズさんのページから変えた。そうそうそう。まあでもこれもさ、やっぱり弾きやすいウクレレないですかっていうことすごく言われたし、うん、僕もね、そういう声、自分自身も自分のウクレレ欲しかったけど、やっぱり、ね、とにかく弾きやすい、うん、もうこれにもこだわったやつをね、うん、だから今隠れたヒット商品になってます、うんうん、あとね、お店に売ってないんですよ、これ、うんうん、見たことない。そうそうそう、うん、要は D2C で直販なんです、うん、なんでまあそういうことで、いや、でもまずね、どんなウクレレでもいいからさ、うんうん、もう本当安いウクレレでもいいと思うし、うんうん、まずね、やってもらうのはいいかなと思います、うん、まずは始めて、うん、気持ちいいですよ、晴れた日にね、うん、これ縁側とかさ、どっかキャンプとか行ってさ、こうやってもう、うん、簡単でいいんだもん、大好きな曲を歌うっていうのね、うんうん、ぜひ皆さんその感覚をね、味わってほしいな、うん、いや、ガズさんのお話を伺って僕もすごくね共感したので、ね、これをきっかけに人生が楽しくなっていく方がいたらなというふうに。笑顔がやっぱり増えるのも最高ですから、ね、いや本当そうですね、思いました、はい、ということで
今回も僕の初コラボということでね、光栄でございますガズさんに来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。さよなら皆さん、またまた。